お笑いコンビメイプル超合金の安藤夏さんが離婚調停中であることが分かりました。安藤さんは2019年11月に6歳年下の一般人男性と出会って3ヶ月でスピード結婚。しかしその結婚生活は長くは続きませんでした。その理由として安藤さんの上気を逸する束縛や厳しすぎる金銭管理があったようです。安藤さんはぽっちゃり好きの男性が集まるコミュニティで介護関係の仕事をしている A さんと知り合い、2019年の8月末に交際を始め、その年のいい夫婦の日である11月22日に入籍を果たしました。テレビ番組でもラブラブな新婚生活の様子を明かしていましたが、A さんの地元の知人によると、安藤さんと結婚してから、A さんはひどい仕打ちを受けて、すっかり参っていたようです。その上、安藤さんが強引に離婚を進めようとしていたそうです。A さんはどのような仕打ちを受けていたのでしょうか。デイリー新潮の記事を少し見てみましょう。A さんが知人と食事に行こうとすると、相手の連絡先を安藤さんに教えないといけないというんです。もし、あなたに何かあったら不安だからというのがその理由で、代わりに安藤さんもマネージャーさんや仲の良いスタイリストの連絡先を彼に教えるというよくわからないルールになっていたそうです。自宅にホワイトボードが用意され、予定をそこに書かなければいけないという決まりも。そもそも A さんは東京に知り合いが少ない。そんな風に管理されては気軽に外出もできず、友達も作れないですよね。そのせいでだんだん塞ぎがちになってしまったんです。さらにはお金に細かすぎる安藤の一面も明らかになった。自宅マンションの家賃こそ6対4くらいで、安藤さんが多めに負担していたそうです。けれどそれ以外の生活費は基本的に折半で、たまに安藤さんが食事を作れば A さんに食費を請求したというんです。共働きの夫婦が決めたルールとはいえ、人気芸人と介護職とでは年収は全然違いますからね。もっとも彼がいくら尋ねても安藤さんは断固として収入は答えてくれなかったらしいですが、安藤と A さんはアメリカの歌手リゾの日本語版 PV で共演もしている。出演にあたっては当初 A さんにもギャラが支払われるという約束になっていたが、待てど暮らせどその話がない。たまりかねた A さんが安藤に尋ねると、彼女は怒り出し、その場でマネージャーに電話をし始めた。結局家族にはギャラは支払えないってさと言い出したんです。そんなの安藤さんに入るお金を少し分けてあげればいいだけの話ですよね。でも彼女はそれをせず、代わりにお食事券を自作し A さんに渡したそうです。外食時に使えばその支払いを安藤さんが持ってくれる券だそうです。 A さんが安藤の仕事を一つ手伝うたびに現金ではなくお食事券を2枚くれるという取り決めだそうだ。なぜこれほどまでに安藤はお金に細かいのか。人気商売ゆえにいつまで今の収入が保てるかわからないという心境を A さんに明かしていたとも言うから、将来への不安はあったのかもしれない。もっともこれに A さんがいざとなったら僕の地元で一緒に暮らせばいいよと励ますと、私の考えも聞かずそんなこと決めるなと怒り出したらしいが、その他にも車検費用の件で揉め事もあったりしたそうです。車検費用の4万円もやはり折半しようということになったが、 A さんが安藤さんから2万円を預かってディーラーに行ったんですが、実際には1万円ほど安く済んだらしいんです。ところが A さんは安藤さんに浮いた分を返すのをうっかり忘れていた。安藤さんはディーラーにいくらかかったかを確かめてこの件を知った。で離婚だという話になってしまったそうです。そんな困難が度重なり、 A さんはすっかり当たり障りなく安藤さんに接するようになっていったそうです。彼はすっかり精神的に参ってしまって自殺するんじゃないかってくらい憔悴しきっていました。
安藤さんに打ち明けると、その時はさすがに行動を改めますと言ってくれた。でもやっぱり変わらず A さんの外出時には相手の連絡先を教えることを求め、それを拒むと不機嫌になったりしたそうです。今年の5月頭には安藤さんが再び離婚を口にするようになったといいます。一回離婚してお互いに好きだったらまた再婚しようと言われたといいます。 A さんにその気はなかったのですが、とはいえ離婚となれば地元に帰るしかない。そこで新しい家を探すため一時的に地元に戻ってきたんです。しかし安藤さんはこれを逆手にとって A さんの母に電話、一方的な離婚の言い分を喋り始めたそうだ。生活費は折半の約束で結婚したのにお金を払ってくれないとか、離婚しないなら訴える A さんに勝ち目はないとか。困ったことに A さんの親族は安藤さんの言うことを信じてしまい、お前が悪いとなってしまったらしいんですよ。東京にも地元にも居場所がなくなってしまい、いよいよ追い詰められてしまったわけです。とはいえ東京ではまだ介護の仕事がある。とりあえず自宅には戻ったが、5月中旬には安藤さんが家を出て行ってしまう。一度だけ呼び戻し夫婦で話し合ったが、彼女の意志は固かった。車をあげる、自宅マンションが解約したから出て行ってと一方的に告げられたと A さんは嘆いていました。それからマスコミや SNS には離婚のことは何も喋るなという誓約書を事務所が用意するから、それにサインしろとも。 A さんはこれには応じなかったと言います。という感じでなかなか強烈な内容が記事になっていました。安藤なつさんが所属するサンミュージックプロダクションに束縛やシビアな金銭管理について尋ねると、現在離婚に向けて話し合いをしているのは事実です。いただきましたご質問事項は事実とは異なる表現がございますが、調停前のためコメントは差し控えさせていただきたく存じますとの回答があったとのこと。相方のカズレーザーさんをもって令和の奇跡と言わしめた安藤なつさんの結婚は一転泥沼の離婚劇の様相を呈しているようです。今後どのような展開になるか注目していきたいところです。今回の話題、皆様はどのようにお感じになりましたか？コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。